はい、こんばんは。King&Prince が世界一大好き398チャンネルです。はい、今日はですね、テレビで音楽番組「CountdownTV」が放送されていたんですけど、今日は人気男性アイドルグループ King&Prince が登場して、WOW と、はい、あとはね、他にもね、まあ、その他のアーティストとのコラボで、ポップスター・イン・ザ・キングダム。まあ、これはね、高橋海人君がスカイハイさんと、まあ、コラボしたんですけど、で、もう一つは、シミっていう曲なんですけど、これは永瀬廉君が、なにわ男子の、西畑大吾君と、あとは、なんだっけな、正門良樹っていうのかな、A グループの、と、まあ、組んだっていう、まあ、歌ったっていう曲なんですけど、これらの曲を聴いて思ったのは、まあ結構いい曲だなと思いましたね。はい。まあ、というのも、まあその、King&Prince なんですけど、まあ、正直言って、まあ自分はね、なんだっけ、キンプリっていうと、その平野紫耀君とか、岸優太君とか、まあ、神宮寺勇太君とかいたと思うんですけど、まあ、彼らがいた頃が、まあ、一番良かったと思うんですけど、はい。いや、本当にね、まあ、キンプリはかっけえなと思いましたね。はい。まあ、というのも、その平野紫耀君と神宮寺勇太君と岸優太君が、まあ、その抜けて、まあ、2B に移籍したと思うんですけど、いや、本当にね、相変わらずそのキンプリはかっこええなと思いましたね。はい。で、しかも、やっぱり、なんだろうな、その、まあ、キンプリ、まあ、なんだろうな、その、まあ、平野紫耀君たちが抜けた後でも、まだね、その、高橋海人君と永瀬廉君が、2人で残って、頑張ってる姿を見ると、本当にね、感動的だなと思いましたね。はい。で、まあ、ちょっと話は変わるんですけど、その、平野紫耀君とか、岸優太君たちが、その、グループを辞めて、まあ、それに対して、その一部のキンプリのファンが、その平野紫耀とか岸優太とかが、その、まあ、そのキンプリを裏切ったって言ってるんですけど、それは裏切ったんじゃないんですよね。まあ、それは新しい方向性を目指しただけなんですよね。はい。まあ、ということで、まあ、今日のキンプリの活躍なんですけど、まあ、非常にね、良かったし、いや、本当にね、最高だなと思いましたね。はい。まあ、ということで、ちょっとすみません、無視しちゃいましたね。キンプリなんですけど、まあ、本当に、まあ、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれたので、いや、本当にね、最高だなと思いましたね。はい。まあ、特に高橋海人君とスカイハイさんのコラボと、永瀬廉君と西畑大吾君と正門良樹君のコラボは最高だなと思いましたね。はい。まあ、ということで、今日のキンプリの、まあ、パフォーマンスなんですけど、まあ、非常にね、かっこええなと思いましたね。はい。本当に最高でした。はい。